そうだ。おお、慎重なタイプなんだな。さすがだ。お前と一緒にいると学べることが多いな。それならお前の言う通りに料理の準備をしよう。ああそうだ、最近そこそこいける料理を作ったんだ。まあすっごい美味しいとまではいかないが、冒険にはぴったりだと思うぜ。だからここは俺に任せてくれ。いいなそれ、仲間と一緒に協力して作るなんて久しぶりだぜ。この料理に必要なのはミントを一つ、大根を一つ、それとスライムの液体を一つだ。覚えたか？じゃあ俺は先に鹿狩りの調理場で待ってるから、集め終わったら来いよ。こんなに早く収集。よし、食材は揃った。あとは任せろ、料理は得意なんだ。できた。食材を入れる順番はあまり覚えてなかったけど、まあいいか。今包むからお前が持っててくれ。まずは遺跡に行こう。大丈夫だろう、多分俺が初めて作った時と同じように作ったから。うん、きっと大丈夫なはず。食料も用意したし、未知の遺跡に向かって出発しようぜ。ここは思ってたより普通だな。想像してた危ない雰囲気とは全く違う。もしかしてお前がそばにいるから安心感が増したのかな。よく見たら前の扉は閉まってて、後ろの扉だけ開いてるな。あの装置が次の扉を開ける装置じゃないか。だよな、俺もそう思ってたんだ。じゃああの装置俺が触ってみるぜ。やっぱりな。あ、本当だ。そういえば真の冒険者は前に進む道だけじゃなく、後退する時の道も確保することが大事だって親父たちにいつも言われてたな。もう一回操作してみよう。あれ、動かない。まあ現状は確かにそうだ。でも落ち込むことはない、こんなのいつものことさ。諦めなければなんとかなる。くそ、どういうことだ。おい、今の聞こえたか。さっき開いた扉の向こうから声がしたぞ。まさか俺らの他にもこの遺跡に人がいるのか。早く行ってみよう。そうからして冒険者みたいだぞ。こんにちは冒険者さん、俺たちも。ベネット、ロイス、お前だったのか。なんてことだ、こんな、こんな。またお前に会えて嬉しいよ。最近調子はどうだ。俺はずっとお前たちのことが気になって。こんなに運が悪いなんて、どうしてよりによってお前とここで会うんだ。苦労して扉を開けたっていうのになぜか急に閉まるし。それは多分俺が装置を操作したから。そうだろうな、分かってたさ。お前を見た瞬間全部分かったよ。お前がいるだけで冒険がうまくいかないんだよ。ああもう今日は最悪の日だ。誰だお前、ベネットと組むなんて何考えてんだ。喧嘩しない喧嘩しない、紹介するよ。
ロイスはベニー冒険団の元団員で俺の友達なんだ。友達。俺は何も言わずに冒険団を辞めたっていうのに、俺を友達だなんて。まあいい、さっきは少しカッとなった。悪い。でも実際俺のせいだから。だけど当時は本当に耐えられなかったんだ。もともと順調だった冒険も、お前の冒険団に入ってから歩けば転ぶわ、雷には打たれるわ、挙句の果てに遺跡も崩れるわなんてことが後を絶たなかった。もう完全に偶然なんかでごまかせるものじゃなかったんだよ。それに最後の一回は突然現れた意味不明な爆弾で左足を怪我したんだぞ。それで耐えられなくなって冒険団を辞めたんだ。後になってからベニー冒険団の悪い噂を知ったよ。あの時は自分の身の安全のことしか考えられなかったんだ。でも仕方ないだろう。まあまあ、過去のことなんだし、そんなことを掘り返しても気分悪くなるだけだろ。そのロイス、俺からも謝るよ。俺の体質でお前に迷惑をかけた。別に謝らなくていい。俺にも悪いところはあった。そうだ、もう一つ言わなきゃいけないことがあるんだ。入ってきた扉が閉まっちゃってな、開けられそうにないんだよ。だから今俺たちは閉じ込められてるってわけだ。いやあ、参った参った。ベーネット、ああもうやっぱりお前と一緒にいるとろくなことがない。でも仕方ないじゃないか。ごめん。どうするんだよ、こっちはもう食料が尽きてるんだぞ。俺、ロイスは今日お前のせいでここで死ぬんだ。そのどう謝ればいいかわからないけど、よかったら俺たちが持ってきた食料を分けてやるよ。もちろん一緒に来たお前の同意が必要だけど、いいか。いいだろう、ちょうど腹が減ってたところだ。ありがたくいただこう。これがお前たちが持ってきた食料か。なんだかちょっと変じゃないか。大丈夫さ、ずっと旅人が持ってたんだ。俺の悪い運は映ってないはずだぜ。そうなのか。まあ今はそんなこと気にしている場合じゃないか。早速食べよう。この味、この食感、腹の中が熱くなって、ベネット。どうしたんだロイス。